人生の品質向上委員会第35回始めていきたいと思います。えー、っと私はですね、ス、え、ケ、ー、さん1984と申しまして、えー、都内でプログラマーをしている人間になっております。で、読書が好きで、最近は特にあの人生の意味は何なのかということに興味を持っていて、まあ、それをまあこのポッドキャストで話していると。 いうことになってますバイブルは1、えー、日外出力班長ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、ゲストの D マゴットです、えー、仕事は今関東であるエンタメ系の、えー、会社で勤めてましてあと大学時代哲学やってまして今の哲学が大好きですあとは格闘技が趣味で、えー、そんなとこですかねはい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします そんな2人でやっておりますこのポッドキャストは、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、人生をどうすれば、えー、豊かにできるかということを、えー、話し合って議論していく、えー、そんなポッドキャストになっております。でツイッター、Twitter、のハッシュタグが「#IQOL」というので、えー、お便りご意見ご感想などをですね募集してますんで、えー、ぜひ、えー、ツイートしていただければなと思います。 はい、公式アカウントがあって公式アカウントは YQOL2019 というアカウントになっておりますので、えー、そちらも是非フォローしていただければなと思います、えー、公式サイトの方がスクラップボックス .io スラッシュ IQOL です、まあ、そちらに各回の詳細情報を載せてますのでそちらもよければご覧いただければと思いますはい以上ですかね 結構久しぶりで2週間ぐらい3週間ぐらいですかねそうですねなんだかんだかんお互い夏休みで間が空きましたねそうですねはいマゴスさんはどれぐらい会社も休みだったんですかそうですね会社も休みでであの地元の北海道帰ってていいですね暑い北海道じゃないや関東から逃れて涼しい北海道にいました何日ぐらいいたんですかうん10日くらいいましたねすごいはい いいなす僕ま夏休みないんでないんでっていうかまだ取ってないというかあ会社のルールとしていいこの期間って定められてなくて自由にみたいなそうですそうですあのなんであの3連休かながあったんでまあ暦通り休んではいまあその時は何してたかな忘れましたけど何かしてたと思うんですけどちなみにそのこれからの取る予定の夏休みで何か予定はあるんですか 全く何もないですね。ない。うん、毎年何してるんですかいや、毎年、なんだかんだ、取ってないんですよね。取ってない <laughs> それ、もったいなくないですか、ね、もったいないですよ。3日ぐらい休みもらえるんですけど、<日>自由に買っていい、はい、あの夏休み。はい。取ってないですね。悲しい。えー なんかね忘れちゃうんですよ、撮るの。忘れちゃう。<laughs> 僕、絶対忘れないけどな。<laughs> えー、そうですよね。僕もなんで撮らなかったんだろうっていう思うんですけど、はい。撮ってない。撮ってないですね。まあ、今年はぜひ撮りたいなと思いますけど。なるほど。なんか、予定立つでぜひ。そうですね。はい、うん。なんか、やりたいですね。まあ、旅行とかね。いいですね。行ってみたいですけど。どこ行きますか。うん、温泉かな、やっぱり。温泉。うん。スケさん、結構温泉行ってますよね。 いろいろ行ってますね、温泉も。写真はどこでしたっけ草津でしたっけ草津ですね。<う>草津はかなりおすすめの温泉ですね。なるほど。何度か話してますね、多分ね、草津のおすすめ度合いは。ですね。あと、私、その帰省した時上り別行ったんですよね。はいはいはい。ご存知ですか上り別。いや、あのー、桃鉄の駅にあったなぐらいしか。<laughs> <laughs> ちなみに、どういう駅なんですか <laughs> え。 どんな駅だったかなちょっと待ってくださいね。桃鉄、登別あ。結構いいっすね。見てみると。はい。戦国パークが10億円であって。戦国パーク。上り <laughs> ああ。登別温泉があるのと水族館がありますね。はい、ああ、やっぱ温泉がある。うん。お福芋屋。んお福芋屋。んですか、それ。 わかんないです。<laughs> <laughs> このおふくいも屋がかなりいいですね。収益率が80%、90%、100%で、そのおふくいも屋って何なんだろう。価格が,が1000万なんで、あのよくありますよね。桃もの。<ー>あ1000万物件の。分かった。若狭いものことらしいです。へーへーおふくいも屋。若狭いもって知ってます,い,ててますいや、わかんないです。若狭いもっていう北海道の有名なお菓子があって、へー それをもじったもんっぽいっすよね。全然わからないな。へで、やっぱり温泉があるみたいですね。そうです。温泉行って、うんうん。あの、山みたいなところに登ってったら、うん、なんか天然の足湯の川みたいのがあって、へ<ー>そこ入ったりとか、その温泉街でうろうろしたりとか、ラーメン食べたりとかして、うんうん、めちゃくちゃよかったです。めっちゃいい。めっちゃいいっす。登り別温泉とラーメン。 そうっすねまあ一応なんかその温泉街にあったラーメンみたいなの食べたりとか山の上にあるんですか温泉が足湯がああそうですね山のちょっと登ったとこに足湯の温泉があったりとかんいろいろあるんですけどでそれが楽しかったりあと結構新しめのあの第一滝本館っていう旅館ホテルが新しくなっててそこちょっと覗いてみたらすげえ新しく豪華に載っててえ<ー>おすすめですえ泊まりで行ったんですか いや、止まってはいないんですよね。日帰りで。日帰りで。運転して。運転もちょっとしましたね。<laughs> 大丈夫でした。煽られなかったです。煽られなかったです。どうにか無事故で。話題になってますから。もう今話題ですから。え知、ー、事ネタ挟んでいかないとね。はい。やっぱり。煽られず、ガラケーで取られることもなくて <laughs> あれなんか、<laughs> かい,いやー、あれちょっと見たんですけど、あのー、なんでこんなに盛り上がったんかっていうか、その話題になったんかっていうのを記事にしてるのを見たんですけど、ほう。 なんか結局そのまあ分かりやすい悪みたいに見えるじゃないですかはいあのねあって怒鳴って殴ってみたいなはい、はい、まあ分かりやすい悪なんでそういうのをまあ批判する対象としてすごいまあちょうどいいというかうんっていうのはまあすごいよくわかるなと思ってでもそういうのって世の中いっぱいあるじゃないですかあの、はい、結構事件があったら分かりやすく悪いやつっているじゃないですかはいだからそういうのっていっぱいあるなって思うんですけどはい でもここまで話題になることもない事件もいっぱいあって何,、はい、何が違うんかなって思ったんですけどなんかやっぱり普段から運転する人にとって煽られるっていうことは割とこと身近な出来事らしくて僕は運転しないんで分かんないっていうのがあまりこの事件に対する共感というかなんでこんな盛り上がってるのかなって分かんなかったんですけどそういうなんか分かりやすく自分の身になって考えられる。 うん、こういう煽る人っているよなーってですごい恐怖に感じてる中でなんかこんなことやって許せないみたいな気持ちがなんか共感としてすごく刺さったというか運転する人にとってはっていうのがなんかちょっと話題になった原因なんじゃないかみたいなことを書いてる記事があってなるほどなーと思って僕は全然そんなになんかこの事件そこまで取り上げることかって思ってたんですけど。 それは多分僕がそんなに運転しない人だからあまり共感をしないというかっていうのがあるのかなって思いましたうんうんなるほど、うん、確かに、うん、なんか多分いろんな共感があったんだろうなと思ってそこには<ー> <laughs> 煽られてる人の共感もあったりとか逆にこう普段ちょっと煽ってるでみたいななんならわかんないですけどそういう人がいるかわかんないですけどあるいはその煽りたくなる気持ちもわかるみたいな話とかあったりするじゃないですかはい今日もちょっと話題になってましたけど はい、やっぱ右車線をちんたら走るのはどうなんだみたいな話とかありましたよねなんかありましたね、えー、だからそういう意味でやっぱそのいろんな関係者がい,い,いてそのどれかにこう当てはまる人っていうかすごく身近に感じることっていうのがあったのかなっていうのが思いましたね、はい、なるほど、うん、それは間違いないと思いますね <laughs> いい読みだと思います、えー、それ記事読んでなるほどなと思って だから僕、全然興味ないというか、はい、なんでこんな話題になってんだろうなっていうのがすごい不思議だったんですけど、それ見てな、なあ<う>、なるほどなって思いました。はあ、確かに。どうですか、ゴスさんとか、普段運転しないじゃないですか。しないっす。だから、このなんか話題具合って、なんか違和感感じなかったですかいや、そんな違和感はなかったですけどね。<笑><笑>ああ、そうですか。こう、まあ、それは話題になるわなって感じでした。はいうん。なるほど。あり運転ありますけど、さすがにあの、 グーパンかまして大流血するのは、あそこまで派手なのはなかったと思うんで。まあ、確かに、確かに。確かになっていう。しかも、あの、ガラケー撮ってる人がやっぱよかったですよね。<laughs> ガラケーでわざわざ何でお前が撮るんやっていう、あのインパクトも結構あって。<laughs> 確かになそれも楽しかった気がします。楽しかった。楽しかったっていうか。ちょっと、まあ、あの問題発言ですけど。<laughs> <laughs> そうっすね。まあ、確かに、はい、なんかいろいろ事件起こしてたみたいですね。ですね。他にも。はい。 怖い,怖いですね、やっぱ車運転するっていうのは。い,ねはい、いつ殴られるかわからんと。<laughs> そうですね。なんか別んもええ、いつ電車で殴られるかわかんないですから。<laughs> もう行っていけないですよ、んそんな。<laughs> もうご飯降りろって。<laughs> <laughs> 僕、そんなね、殴られる生き方してないはずなんですよね。してないはず。うん、まあでも、何が反感を買うというかわかんないですからね。ですね。うん やっぱそのためには常日頃ちょっと体を急に動かせるように鍛えていくのが大事かなと確かに、はい、誠実に生きるっていうこととけさんはフィットボクシングやってやってますよちょこちょこですけど、はい、<laughs> パンチ鍛えておかないとそうですね登 <laughs>、はい、<laughs> り別はでも山の上にあったら暑いんじゃないですか登ったりするのはああちょっと疲れましたねでもやっぱ北海道なんであの関東ほどの暑さじゃないんでまだいける範囲でしたね 涼なんか涼しいぐらいなんですかいやでも暑いかったっすね、うん、なるほどはい暑い時に温泉ってどうですかいやなかなかいいですよあそうっすか <laughs> あの、うん、北海道はそこまでくそ暑いわけではないんでああなるほどまあでも外に出なければサウナと水風呂を往復すればそんな気にならないんで、うんまあ、暑いやっぱり冬のもんって感じですか温泉ってああ<ー>やっぱ冬の方がいいかもしれないですね、うん 冬のやっぱ雪見ながら露天風呂入るっていうのも最高ですねなんでぜひスケさん余裕があったら登別に行ってくださいそうですね僕よく、はい、あの北海道は行くんですよね毎年あそうですねうんあのスノーボードしにはいだから登別の近くにあのスノーボードっていうかスキー場があればちょっとどうかなという感じ多分あると思うんでカルルス温泉サンライバスキー場はい いろいろあるみたいです。登、うん、別どの辺にあるんだそもそも。登別って。あ、この辺か。あ、この辺か。その辺です。登別ここか。あのー、室蘭のちょっと北東行ったところ。ダンバラ。<長>ダンバラ。一番近い有名どこで言うと、どこかなルスツ。ルスツ。いいじゃないですか。ルスツ。 が留守でも言うても遠いですけどね。はい。うん。まあでも探せばありそうだけどな。うん。まあ普通にスキー場ありますね。普通のっていうかその。のはい。うん。ちょっといいですね。ぜひ<非>。まあ別にね、スキーやんなくても,いいも。そうやんなくてもいいです。温泉だけでも絶対価値があります。へーへーあと有名な熊牧場っつうのがあって。はい。登り別の熊牧場。はい。あ、なんか、はい。はい。それが有名なんで。 行ってみると面白いかも。熊牧場。熊がいるんですよ。で、手振って餌くれっつってるんですよ、ね。<laughs> それも面白いな。ぜひ皆さん行ってみてください。はい。他は何したんですか他はいろんな温泉他にも行きましたね。いいな札幌のとか、ちょっと札幌から外れたとことか。うん。もう、皇后よくたくさんしましたよ <laughs> 素晴らしい。で、サウナ結構入るようになったんですけど。はい。 もう汗ぼたぼたでやばいっすねああ代謝が良くなって代謝まあもともと多分格闘技やってるから代謝いいっつうのもあると思うんですけどはいはいはい汗めっちゃ出てううん、うんいやすげえなっていうそれだけです <laughs> <laughs> やっぱね交互いよくして寝た方がねやっぱりいいなっていうのがやっぱり実感としてありますねすけさん家でもプチ交互いよくしてるんでしたっけやってますやってますああ僕もしようかなって思ってるんですよねそれ 大事ですね。まあ一回ですけどね、言って、風呂入って、夏場なんでね、夏、冬、はい、風呂入って、3分ぐらい使って、はい。上がって、シャワー、水で浴びるっていう。はい。まあそれやってから寝ると、やっぱりいいなって感じですね。なるほど。うん。家でやろうかな。うん、やったほうがいいですよ。ちょっと厚めのお湯を浴槽に溜めて、そう,そうです、そうです。みたいな。そうです。やろうかな。やりましょう。はい。他ありますか北海道遠くは。 北海道東北。はい、あと熊が出て札幌に話題になってましたね。前。関東でもニュースに流れてますんでしたっけ。マジっすか。熊、はい。熊が札幌の南の方に出て。本当住宅街をうろうろしてて。<laughs> どうすんだどうすんだみたいな。ほうほう。なって結局殺されたんですけど。で、それで全国から批判が来てるっていう。<laughs> あ、熊殺したからってことですか。<laughs> なんで殺すんだって。札幌とか道民は誰も言わないんですよ。 いやむしろ殺されてよかったねな感じなんですけど本州とかの人からなんで殺すんだみたいな <laughs> メッセージが殺到してるらしいですよやっぱりその動物園のイメージがあるってことですよね多分そうっすねなんか眠らせて山に帰せばよかったんじゃないかみたいな <laughs> とか意見が来てるらしいですよそんな悠長なこと言ってられなかったんじゃないですかもうそうです、うん、それには遭遇したんですか 熊ですかはい。遭遇してないですね。人生ではあるんですか熊に遭遇したこと。ああ、あの、檻に入った熊しかないです。僕もそうやな。はい。リアルで遭遇したらもう死ぬ確率半分くらいあるんじゃないですか確かにな。野生の熊。ですよね。ハンマー裕次郎ぐらいじゃないですかやっぱちゃんと戦えるのバキネできましたね。いいですね。10日間。 はい、リフレッシュできましたかかしっかりできましたねで今日仕事行ってきて、うん、あー仕事始まっちゃったよみたいなね <laughs> いやでも意外となんか仕事のことを忘れてなくてはいはいなんかもうエクセルの使い方忘れてんじゃないかって思ったんですけど <laughs> いやさすがに <laughs> もう関数とかなんだっけってなるかなって思ったんですけど <laughs> そこまではなってなかったですむしろき昨日もう仕事行ってきたくらいのこの記憶度合いですぐ復帰できましたね、うん このだから多分夏休み終わってあーのーまあ久しぶりに出勤あるいは学校行ってでまあちょっと働いてちょっとじゃないかまあ昨日月曜日から働いてたら1週間しっかり働いてはい。で休みになったタイミングで僕がちゃんと配信できればこのポッドキャスト配信されてると思うんではい。まあこれ聞いて来週からまた やっていこうと、はい、あるいはこれを聞くタイミングではその月曜日通勤中に聞くこともあると思うんですけどはいそのどうやってその休み明けを乗り越えていくかっていう話をした方がいいですかなるほど <laughs> しますか <laughs> <laughs> そうそれし,、ま、しちゃいますか今からいやそうですねちょっとそれはやっとておいた方がいいかなっていう助さん的にテクニックあるんですか休み明けをどう乗り越えるかですかはいあー難しいですねほう 会社行っただけでゴールというかね。ああ、行っただけでもう果たしたぞみたいな。うそうそう、果たしたぞという気持ちを持つのが大事じゃないですかね、やっぱり一つは。なるほど、うん。小さなゴールを目標にする、はい、っていうのがやっぱり大事なんじゃないですかね。いいっすね、それ、うん。自分をいかに褒めるかっていうことですけどね。はい。うん。まあ、それは月曜日全てに言えるかもしれないですね。全ての月曜日は会社に行ったらもう大成功。<laughs> なるほど、えー。そういう気持ちで行くといいんじゃないかなと思いますね。なんか、それどんどん緩くしていったら、毎日会社に行けただけで大成功になりそうっすね。うん、それでもいいかもしれないですね。<laughs> 確かに。<laughs> それでいいかも。うん。まあ、なんかそういうのを積み重ねていってもいいかもしれないですね。はい。会社に行って大成功。お昼食べて大成功。ほう。うん。帰宅して大成功みたいな。なるほど。うん。何もやってないわけっていうことになりますけどね。で、ね、も、大成功と。うん。 っていうぐらいハードルを下げておけば、はい、あーっていう風な気持ちがちょっとは減るかもしれないですね。なるほど、うん。難しいですね。はい。<laughs> <laughs> <laughs> まあでも今週も一週間頑張っていきましょうってことですね。はい。まあ僕のテクニックとしてはもう昨日も仕事してたと思い込む。ほうほう例えば10連休があって初日だとしても、うん、昨日も仕事行ったよなーっていうその気分で。 仕事に行くみたいな休みのあとだからうわまた久しぶりに仕事だって思っちゃうから <laughs> もう休みなんてなかったって思えばまたすぐ戻れるっていうはい、はい、テクニックがあるんじゃないかなと。確かにあと最近ちょっと僕もそれ近いんですけど、はい、最近思ってることがあってやっぱりその仕事とその遊びみたいなのをやっぱ区別しないっていうのが結構大事なんじゃないかなと思ってて。 なるほど例えばやっぱ区別しちゃうと思うんですよ人間はいこれは仕事これは遊びみたいなだから遊びから一気に仕事に切り替えなきゃいけないって思うとやっぱ大変というか辛いじゃないですかはい、はい、でもあらゆることが曖昧に仕事なのか遊びなのかよく分からん状態やとまあ悩やったら休日もちょっと仕事してるし、まあ、仕事してる時もちょっと遊んでるしみたいな 気持ちだととするとそこのの切り替えみたいなながあんまないからなんか仕事からこう会社あ会あの休みから仕事に行く時もこうよしじゃあ明日から仕事せなっていう切り替えみたいなのが発生しちゃうけどその曖昧な境界だとするとまあなんかそこまで切り替えみたいな意識がなくなるからまあなんかずっと遊んでるみたいな気持ちで仕事もできるしっていうのはあるんじゃないかなって最近ちょっと思ってるんですよね。 えつまり仕事の時でも遊びだと思うってことですかそうっすね。遊びだと思うんじゃなくて、遊びもするってことですね。仕事中に。ああ、なるほど。うん、じゃあ、完全に仕事モードじゃなくて、うん、ちょいちょい遊びも挟むみたいな。そうです。なるほど遊びも、まあそうっすね。仕事のうちみたいな発想ですかね。はい、どっちかというと。で、遊び、その、完全に、その、休日に、 その仕事から離れるわけでもなくてまあなんかちょっと気になるなって思えば別になんか調べ物したりとか本読んだりとかまあそういうのをなんかやりたくなったタイミングで休日もするみたいな感じでまあ曖昧になってるとまあなんかいいんじゃないかなっていうそんなイメージですね。え具体的にスケさんがやってる仕事中の遊び挟んでる遊びってどんなんですかううんんいいやそれってなんていうかななか僕の イメージでちょっと遊びっぽいなと思ってたっていう発想なんですけどなんか本読むとかその仕事に関係するような何ですか本読むとかはなんか別に仕事なんじゃないかなって最近は思ってるって感じですね前まではちょっと遊びっぽいなって思ってたんですけど仕事に関係する本を仕事中に読むみたいな、うんうん、なんか遊びっぽいなと思ってたんですけどそういうのは全然仕事として、えー、やっていいんじゃないかなって思ってますねなるほどうん あでも僕らは仕事で仕事中に本読むってことないっすね。うん。それはどういうニュアンスですか業務内容として。業務として、それは該当しないんじゃないかってことですかうーん。というなんだろう例えば、なんかバスの運転手が仕事中本読むわけないじゃないですか、例えば。はい,はいはいはい。まあそんな感じです。なるほどなるほど。はい。スケさんはある意味そういう技術,技術職でエンジニアだから、 まあ本読むっていうことが業務の一環として、うん、まあ遊びに近くてもありえると思うんですけど僕はんだろうあんま本読むはないかなって思いましたね、うん、でも結構な,ないですかそのビジネス書とかでもいいと思うんですけどなんかこう仕事の進め方とか新刊の何かの本読んだりとか、はい、まあなんか目標設定どうやるんやったっけとか、はい、なんかそういう本とかっていっぱいあるじゃないですかまあなんかそういうのって別に読んでいいんじゃないかなっていうか 思うんですすけどどねねなななるほくはないで、ねうん、でもあんまり頻度はないですね。はいはい、なんかまあだからもうちょっとじゃあ抽象化遊びと仕事っていうんじゃなくとするとなんか仕事って割とアウトプットだけになりがちだと思って、はい、まあ成果出そうと思ったら当然そうなると思うんですけど、はい、成果に直結するアウトプットをしっかり出していくっていうのが、まあ、仕事と捉えると思うんですけど。うん それって結構そのインプットとしてはそのアウトプット出そうとした時の経験が基本的なインプットに該当してでそこで十分にインプットが得られてればまあ当然経験積んでどんどんいいアウトプット出していけるかもしれないですけどなんかこうインプットってちょっと足りないんじゃないかなと思ってて、はい、そういうのを自発的に取るというかその経験だけじゃない部分からこう何か知識を得るみたいなのは まあ業務としててやってもいいかなっていうなるほど、うん、だからその自己啓発みたいな感じではい僕の新卒の時は言われてましたけどなんか勉強みたいなことははいその業務外でやれよみたいな感じのことを言われてましたけどはいなんかそういうのは別に業務中にやってもいいような時代になってきてるのかなっていうのはちょっと思ってるし、ねうん、確かに、うん。あ読み物かうんまあなんだろう エクセルの使い方を調べて読むでも、うん、そういう手も、まあ、ある意味似たようなものかもしれないですね。そういうパフォーマンスとか、エクセルのなんかショートカットをちょっと調べてみるとか、はい、なんかそういう機会とかはや,やらないとなかなかこう教えてもらったりとかしない限り、なかなか上達していかないと思うんで、あえてそういう時間を取るみたいなのは、うん、まあなんかいいし、なんかちょっと面白いじゃないですか、なんか分かんないですけど。 捉えてやらないんじゃなくてそういうなんかちょっと興味のあるインプット時間みたいなのをもう仕事なんだって自分の中で思えると、まあ、仕事中もちょっとなんか疲れたなっつってそういうのをやるとかっていうので息抜きをしながらインプットするみたいな時間があれば、まあ、なんか仕事だーって言うとその仕事っていうものがもう息の詰まる瞬間でしか構,築構成されてないっていうよりかはなんかこうもうちょっといろんなことやっていいんだっていう気持ちの持ちようができれば。 まあなんか仕事明日から仕事だみたいなのはちょっと和らいだりするのかなって思いますなるほどいいっすね。それも <laughs> っていうのをちょっと思ってますね。うん、はい。じゃあ恥ずかしがらずにインプットしましょうとそうです,そうです僕はそう思います。結構なんか論文読んだりとかするんですけど、はい、そういう時間もアウトプット出すっていう意味ではあんま直接的にアウトプットにつながらなかったりするんですけど割とこう興味があるから調べてるみたいなところが あったりするから、まあ、なんかちょっと後ろめたい気持ちがあったんですけど、まあ、なんかそ,のそういうのを全然気にせず行こうっていうのは最近思ったりしますね。なるほど。うん、いいと思います、うん。そうなんですよ。はい。と、はい、いうことで休みを乗り越って <laughs> 休み明けを乗り越えていければなと思いますね。はい、はい。じゃあ今日は35回なんで100のリストいきますかね。100リストい、うん、きますか。うん、僕からいきますかね。じゃあ 結構やっぱり長かったんで1ヶ月ぐらいあったから結構いろいろやりましたオンラインコースのやつはあの、はい、テキストリートリーバルサーチエンジンズっていうサーチエンジンのまあコースがあるんですけどそれが終わって認定証もらって、はいはい、あとディープラーニングのやつもコース3が終わってあとコース4だけですね残りはほ<う>でこのコース4がま,あまたどれぐらいかな どれぐらいかなコース4がまあ、4週間分あるんで、まあとちょっとなんで頑張って終わらせたいなって感じですね。で、これ終わったらまたなんか別のやつがあって、ちょっと興味あるやつがあるんで、それまたやろうかなーって思ってて、はい、それはなんかアルゴリズムのコースなんですけど、はい、それもちょっとやりたいなって思ったり、まあ、これはなんかいろいろやっていいなーってやっぱり思ってますね、冷静に。はい なんかスタンフォードの大学とかが公開してるんですよね、YouTube でめちゃくちゃ。YouTube で、えー、授業を。えー。なんかそれがすごいよくて、はい。無料で公開してるんで、なんかすごいいいんですよね、はい、なんか。なるほどうん。ああいうのなんかめちゃくちゃ他にもいっぱいあるんで、ああいうのを、はい、あのー、どん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 見ていきたいなーっていう気持ちがありますね。 はい、だからそういうのを見るとかも別に業務に関係するんであればなんかやっていっていいんじゃないかなって僕は思ってたりしますねなんか業務中にそれはあの日本語で表示されるんですかあいや英語っすねお<う>英語で,、ね、全英語でよ読んでるっていうか見てるとうん英語字幕がついてたりしますねあのあ<ー>多分融資がつけてるんですけど字幕,け字幕あったら違いますよね、うん、だ結構それは英語の勉強になりますね はい、最近はなんか前はそのコーセラのコースとかも英語字幕つけてやったんですけど英語字幕が邪魔なんですよなんかやっぱりあの全体の画面の中で邪魔になるんでずっとか書いたりするのの下に出てきて邪魔なんで最近はもう字幕出してなくてなるほどまあでもそれでも内容は割と分かるんで結構英語の勉強になってるんかなって思いますね、はいはい、なるほど っていうのがそれですねあとは本を3冊ぐらい読んだのと、を登録しましたね。はいうん、幸福論と OKR、OK、の本と、イチカの100分で名著のスピノーザのやつを読んだんで、はい、それを登録しました。なるほど、えー。でもこれ50件登録っていうのは年間目標なんですけど、はい、ちょっと厳しいんですよね、状況が。<laughs> 前も言いましたけど。<laughs> スピード的に全然追いつい、えー、てないですね。やばいと。 で、あとは、フィットボクシングは、1、2、3、4、5、6、7回やりました。はい。これもう達成したんじゃないかなたぶん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。なんで、フィットボクシングを20回ぐらいやるは達成しました。はい、お、おめでとうございます。えー、は次は、何回ですか次,次はどうしますしかね ?50 回かな次は。 引き続き続やっていいこううかなという感じですね、はい、で新しくちょっと追加したんですけどまた「エチカをあの「100分で名著」のやつすごい良かったんですけど、はい、薄いし「エチカのなんか、はい、あの要素がまとまっててすごい良かったんですけど、はい、まそれをちょっと本編を読みたいなっていうのが今1個あって、うん、でそれを読んでポッドキャストでちょっと話したいなっていうのが1個と。 はい、でラッセルの幸福論は読んだんでこれはちょっとどっかでテーマとして扱いたいなっていう感じなんでこの2つを追加しました、はい、エチカは僕も読んでないんですよね全然スピノザの哲学は分かってないんでスピノザはなんかすごい数学っぽいというかはいあの面白いなんかその論文っっぽいって書いてて書ましたねなるほど、えー、その定義が最初にいろんな言葉の定義が書いてたりとかしててはい なんかそのまあ、だから要素をちゃんとこう分解してでそれでこう論を組み立てていくみたいなやつなんで結構面白そうやなと思ってなるほど、えー、なんかこのエチカのやつで、まあ、いつかちょっと話したいんですけど面白かったのは、まあ、善悪っていうのは組み合わせの問題なんだみたいな話があって、はい、その話ってしましたっけしてないかなしてないかも。 なんか要は善,善とか悪とかっていうのはあのーはい、それ自体何が物事に対して善も悪もなくてただ単に組み合わせによって良くも悪くもなるようなもんなんだっていうことを言ってて例えばその音楽って言った時に、あのー、音楽自体が良いも悪いもなくて、はい、例えばその憂鬱な人が音楽を聴くと、あのー、すごくこう力が 湧いてくるみたいな例えばそういうのがあったとするとその音楽と憂鬱な人っていう組み合わせによって、はい、その良いっていうことはなるしでも逆にそのすごいあのなんていうんですかねその今聴きたくないねみたいな音楽今ほんまに聴きたくないやめてみたいな人にとっては音楽は悪いってなるし、はい、結局そのどういう人どういうものとどういうものが組み合わせとしていいかっていうような。 まあそういう善悪っていうのを提案してるっていうようなことを言ってるみたいですね。うん、なるほど。うん、でなんかその良いものっていうのは私にとって良いものっていうのは、まあ、結局組み合わせなんである人にとってこれは良いしある人にとってはこれは悪いっていうことがあり得るから、うん、結局その善悪って考えるとじゃあ私にとって良いって何なのかとかっていうことを考える必要があって、うん、で私にとって良いっていうのは結局私と組み合わさって私の活動能力を 増大させるものですみたいなことをなんか言ってるみたいですね、うん、なるほど。うん、結構相対的な考えですね。そうみたいですね。<laughs> はい、みたいなのとか。あとなんか分かるから分かるみたいな話、はい、もうなんか言ってるみたいですね、スピノザも。ああ、それ興味ありますね、うん。結局その真理っていうものは何なのかっていう、はい、その真理っていうのはなんかこう面白くて真理の外側にあって。 それを使えば真理を判定できるっていうようなものっていうのは、うん、結局なんか原理的に不可能だっていうことを言ってる、うんうん、合ってるのかな要,要はその外側からこれは真理ですよこれは真理じゃないですよっていうものが作り出すことっていうのは不可能ですよねみたいな話があって、うん、結局真理っていうのは、はい、だから外側からこれが真理かどうかっていうのは判定できなくて真理を獲得したら、はい ようやくあこれは真理であって分かるんであってそ,のそれ以外に真理の真理性を明かし立てるものはないみたいなことを言っててこれが結構分かるから分かる分かる人にはあ真理を知ってる人にはあこれが真理なんだなって気づくんだけどそれじゃない人には分からないようなものっていうのは結局その分かるから分かるみたいに近いんかなと思って分かるから分かるっていうのがそういうことを言ってるっていうのに近いかなってちょっと思ったりしましたね。 えそれはつまり分かるから分かるの詳しい説明をしてるだけってことですか分かるから分かるっていうのがどういうことかっていうことを説明してるのかなと思いましたけどねああ聞いた感じそう思いましたうん、うん、そうですねでもなん,かなんとなくこれピンと切ったんですよねなんかほ<う>確かにこう真理を獲得してないと分かってないというか分かって初めて何が分かったか分かるみたいなのって 確かにあるなと思ったんですよね。うん。なんとなくなんですけどね。なんかなんていうかな。そんなことないですか。うーん。ちょっとよく分かりません。何て言うんかな。どうなんだろう。ちょっとまあもうちょっとここは言語化したいですね、僕も。はい。ちょっと僕も本、うん、読んどきます。うん、チャンスがあれば。えちかは面白そうっすね。はい。こんな感じかな。あとは何か言ってた。なんかいろいろ書いてて。これはちょっといつかまたしっかり読み解いて。 話したいいなと思いますね、はい、このなんか100分で名著のエチカはかなりまとまってるんで、はい、すごいなんか読んだ気になるというかすごい面白いなと思って <laughs> 思いました。Kindle にあるかなあるんじゃないですかね。どうかな ?NHK のテキストありますかありますね。ありますね。ありますね。<る>ね、Kindle 版いいっすね。これ暇と退屈の倫理学の人があの、はい、NHK の番組 いいテレかな、はい、かなんかんで4回かけて25分4回かけて番組でやるやつのテキストですねへえ<ー>、うん、なるほどあれ結構いいなと思って100分で名著結構、はい、面白いなと思って毎週見たいなって思ってる月曜日かな月曜日の11時とかからやってるんですかね確かうん<ー><す>意思という観念は現代の神話であるって書いてます、ね、どこに <laughs> あの表紙に <laughs> <laughs> ほう。<laughs> あ、そうそうそう。そんな話があったんですんね。でもこれ確かに科学的ですね。うん、スピノザがそんなことを思ってたのはマジですげえと思います。<laughs> なんか実験で何かをしようと思う以前に、はい、もうなんか脳が動いてるみたいな話は知ってますはいはい。そうそうそう。そんな話も書いてあったんじゃないかな確か。かええー。だとしたらスピノザマジですごいですね。<laughs> スピノザはあの なんていうんですか、誰だったっけ、えっ、ー、と誰だったかな、ちょっと待ってくださいね。そうそう、これ一番最初に書いてるんですけど、スピノザっていうのはそのデカルトから始まるなんか近代哲学とか近代科学がまあはい、デカルトでデカルトから結構始まったっていうのがあると思うんですけど、はい、なんかその転換点ちょうどそのデカルトが生きてた時代に生きてた人で哲学者で あちょうどでもないかまあでもそうですね17世紀のオランダなんで、まあ、割とこう時期的にはかぶってるんですけど、まあ、なんか結構その他の人とはちょっと違うあの観点というか持ってたので、うん、割とそのデカルトによるあの近代科学っていうかその近代の、えー、と方向性とちょっと違ったからでももしスピナラン哲学がそのちゃんとこう伝わっていたらというか。 あのその時期にしっかりこう取り沙汰さ,されていたらなんかもうちょっと別の近代があったんじゃないかみたいなそういうなんかあり得たはずのもう一個の近代みたいなのがあのスピノザ哲学に通じるみたいなこと書いてあってはいなんか結構そういう対比というかなんかちょっとなんか違うあの発想で書かれてるみたいですねエチカ自体がなるほど僕も まだ完全に理解しきれてないんですけどまあなんかこうそういうちょっと前提が違うみたいな感じみたいですね、はい、なるほど、うん、何だったかなそのデカルトとの違いみたいな話もあったんだけど、うん、まあ意思の話とかも結構面白かったですねはい是非<ひ>ちょっと気になるんで読んでいます、うん、読みましょうはい、はい、以上ですね私ねちょっと長くなっちゃいましたけどはいえー、とじゃあ私の方は ちょっと言ってなかったかもしれないですけど、はい、LOL でゴールドいくつの達成してて、はい、ちょっとこれ言い忘れてた気がしててすごい7月6日に達成してましたねゴールドはい達成達成しましたまあ再びいきましたねゴールドっていうのはこの LOL っていうゲームのランクですねううん、うんでゴールドいけばある程度上位何パーぐらいだろうな30パーぐらいかなか20パーかそんくらいかなうん に行きましたっていうことですねそれ達成してやったっていうおめでとうございますはいありがとうございます今は今は今はランクやってないですねあそうっすかはいいやこれって行くなのか維持するなのかによってちょっと変わってきますよねああもう維持すんならもう何もしなきゃ維持できるんでそんな別に守りの体制に入りたいわけじゃないですけどははいいチャンスがあればもっと上目指しねプラチナダイヤはい マスターですかね。はい、行きたいですね。えー、<laughs> いいですねで。他には、あと、なんか、自然薯案っていう食べ物の店があって、<う>68番。はい。まあ、それに行くっていうのを達成したっていうのが一つありますね。これはなんかふわ、伏せてあるのは、なんか、人の名前が書いてるんですかあ、これ地名、<あ>地名が入ってます。すあの、まあ、家の近くにあって、比較的。はいはい。そこに 行きたいなーってずっと思っててようやく行ったっていうのが一つですね自然薯ってあの自然薯ですかじゃがいもみたいなやつですかですあの山芋山芋か、はい、はいはいはいとあとなんかそばの店であそばなんですねはいその山芋とそばの店で美味しそう <laughs> まあ調べたら普通に出てきます自然薯あんで美味しかったですかはい美味しかったです自然薯 <果>汁 <laughs> 今日まだ飲んでなかったんでね <laughs> はいはい他にはえー、はい961回釣り1回銭湯、えー、でありますけど、はい、札幌で北海道でたくさん攻撃しましたってところですね <laughs> 素晴らしいですねこれでもまあも達成するためには89101112とずっとやらないといけないですからね、うん、そうすね、まあ、平均で考えれば12回いけばもう達成です、ね、<laughs> 確かに <laughs> 平均理論でいけばええー まあそんくらいですか、ね、あと、まあね、はい、別なんですけど最近ノート始めてはいはいはいノートってあのブログ書いてお金もあの、まあ、そのマネタイズする仕組みはありますよみたいなブログなんですけどあのどうしてもグラップリングのことを書きたくて、はい、<laughs> 超日常すぎますけどノートを始めましたっていうのがまた別リストにないですけど書いといてくださいよまた <laughs> そうですね ノート始めるチェックみたいな。はい。じゃあノートの話ちょっとしたかったんですよ。<う>うん、はい。どんな話ですか。いやノートって何なのかっていうことなんですけど。<laughs> ノート。いやなんかあれなんか妙にいろんな人が使ってるなと思って。はい。そのブログと何が違うんだろうなっていうのと。はい。っていうところですね。 まあ、多分ブログなんですけど一番違うのはそのマネタイズの仕組みがすごいしっかりしてるんですよね。はい,はいはい。なるほどね、この記事のここから先読むためには何円って設定できたり、うん、毎月何円で読み放題ってやったりとかあとあのそのお金とか有料とか設定してないけどいいなって思った人にこのお金をあげてたりとかそういう仕組みがすごいしっかりしてるっていうとこですね。なるほどなるほど。じゃあ、はい、記事のマネタイズがやっぱり 肝なんですかね,ですねあれそれで稼ごうと思ったらやっぱ有名になったりとか、うん、あといい記事書いて有料の設定して、うん、でお金稼ぐみたいなこともできますみたいななるほどあとはなんかちょっと僕もノート気になって調べたんですけどはいだかそこまで SEO は強くないらしくて SEO って何すかあ,要はそのある記事を書いた時に その検索の順位を上げるやつ<ー>というかその、はい、例えば SU が強いあのブログっていうのはそこのブログで何か記事を書いたらその記事の内容で検索した場合にちゃんとこう Google のトップに出してくれるみたいなのがあったりするんですよね。ブ、はい、ブロロググののの力力とというかそのブログのパプラットフォームとしての力で あはい、結構その上位に上げてくれるプラットフォームもあれば、えー、ノートはそこまでそれが強くないらしくて、はい、ノートで書い例えば格闘技の内容を書くじゃないですかおさんが。はいはい、でその格闘技の内容で検索した時に、まあ、できればその流入してほしいですよね。はい、っていうのがあまりその上位に出てこないから流入にはあんまり聞きにくいみたいなことが書いてあって。 でもそれは別に、そういう、なんていうかな、あの、流派というか、その、どっちかっていうと、その自然流入で読んでもらうというよりかは、そのフォロワー,ーというか、フォローして、その人に対して、この人が書いた記事を読みたいみたいな、割とその SN、SNS に近いとか、あるいはクオーラーみたいな感じで、この人をフォローして、この人の、あの、回答を見たい、みたいな、あの、なんていうんですかね、ニーズ、みたいなのに、 なんかちょっと SNS に近いようなあのブログ媒体みたいなイメージなんかなって思ったんですよね。うん、そうかもしれないです、うん。だから海外だとまあミディアムとかが有名なんですかね、多分。えー、それ知らなかったです。ミディアムとかも割とこうフォローとかがあったりして、はい。うん、なんかそういう、そういう感じみたいですね。うんっていうんで、なんかちょっと。 気になるんですよねノートは割とちょっとなんか流行ってるんで、はい、僕も気になっててアカウントだけは作ってなんか書きたいなと思ってたりしますねまあスケさんがもしなんかすごいいい記事を書けんなら、うんうん、そっからお金稼げるかもしれないですけど <laughs> いやなんか今日ちょうどあの話してて、はい、会社の人と、はい、なんか「呼んでみたい」っていうふうに言われて <laughs> なぜか。 スケスの記事ですか,、えー、なんか僕結構その会社に会社にその一応そのブログじゃないですけどウィキスクラップボックス使ってるんですけど、はい、あのうちの会社はそのスクラップボックスに結構記事というか,なんかポエムみたいなの書いてるんですけど、まあ、それが結構面白いからそういうのを書いてほしいっていうふうなことを言われてなんでちょっとそういうのを書いてみてもいいかなと思うんですけど。 な何書いたらいいんかなって思,思うんですよね実際何のテーマでその会社にあまりにも依存したことって書けないからオープンにはできないから、はい、まあなんかそれを抽象化して書くんかなとか思ったりなんか思ったりするんですけどなるほど、うん、まあ何でもいいんじゃないですか <laughs> 確かにあのなんだろうなそれこそスケさんのバイトの話とか <laughs> あの味噌日記とか <laughs> <laughs> どうなんですかねテーマで絞る方がいいんですかノート的にはああいやわかんないっすねうんテーマアカウントに1個ですね多分ノート自体はいやなんかやった感じ記事ごとにタグをつけれるんでああなるほどあのー、全体でタグをつけるってことはないっすねうーんそれこそじゃあノートブックみたいな感じでこのノートブックには格闘技について書くしこのノートブックには 哲学についいて書くしみたななイメージなんでまあそ,それでもいいですし何か仕組み的には一つのアカウントが一つのなんかブログのになっててなんでその一つの記事に書いたらこれはなんか格闘技のことこれは違うことみたいな感じもできますなる,ほどなるほど。つまり、はい、それぞれなんですけ、はい、そうですねスケさん1984っていうアカウントがあってでその記事がなるスケさん1984いう 月にこう追加していく感じですね。はいはい、確かに。一冊の,のそういうことか。はい。あれでもそうか。なるほどな。新しいノートを作るみたいなことができるのか。な。そうですね。まあノートっていうか。うタグか、それはそれで。はい、タグですね。なるほどなるほど。はいはんはん。まあちょっと作ってみたんで、<laughs> はい、まあなんかちょっと実験的にやってみようかなっていう感じはします僕、ね、僕、助さんのことフォローしてあ、してた。<laughs> <laughs> しててるんで待ってます,す、ねまあ、僕なんかちょっと思ってるのは、はい、今までこの35回もやってきた学び、はい、哲学の学びをちょっと整理したいなっていう気持ちはあってあいいんじゃないですかなんかいろいろこう学んでいってまだ、あ、これからも学んでいくんですけどか自分がどうそれを解釈したかみたいなのを、はい、ちょっとなんか言語化しときたいなっていうのはあるんですよね。うん、いいいいいいいとといいと思思まますすてもなんかそういうのは ちょっっとやってみようかな、はい、もう僕はひたすらグラッピングのことを書いてるんで <laughs> 哲学は書かないんですか哲学のことは書きません。<laughs> 書かないんだ。書いたら自要あんのかなでも哲学のノート僕この前買いましたよ。マジっすかの多分言った気がするんですけどあのあれですあの高等ユ便ミンの、はい、高等ユ便ミンの人が、はい、あの書いてて。 ああそういういことかう、まあ、ノートって一つの記事ってことですよね。あそうですそうです。はいはい、なんかあの哲学入門のための哲学をどうやったら、えー、挫折なしに、えーま、身につけることができるかっていうノートの記事ですね。結構だからそういう需要は。 割とあるんじゃないですかねあんのかなじゃあ書こうかな購入した人結構いるみたいなんでマジっすか、うん、ああでもやっぱその人が有名だったりするんですかその書いた人があ割と有名かもしれないレオンコートユーミンーフォロワーでも言っても2700人ぐらいなんで、はい、そこまでなんかめちゃくちゃ有名ってわけじゃないんですかねわかんないですけどうんじゃあここであの大学受験論書きますか <laughs> この先読みたければ500円みたいな。大学受験生ってそんなお金持ってないから、ターゲットとしてはちょっと厳しいんじゃないですかね。いや、でも、親御さんに買ってもらえばいいんじゃないですか。ああ、じゃあ親御さんに向けた、どう、東大生を育てるかみたいな、そういうのをいんじゃない。す東大生が教える、東大生の作り方も。 だからでもやっぱり、ゴ心さんは結婚して、はい。子供をちゃんと産んで、はい。その子供を東大に入れて、東大なら、あるいはまあ、スタンフォードに入れて、スタンフォード、<laughs> ハーバードとか。実績を作って、はい、えー。子供の教育論みたいなんで、行くっていうのもありますね。でも道のりが長い。<laughs> <laughs> 長いですね。相当頑張っても、あと20年くらいかかるな、ね、確かに <laughs>。 <laughs> まあでもいいんじゃないですか今のうちからもうどうやったら教育できるかっていうことを伝えていくっていうのは、はい、なるほど、うん、まあでもその自分の家庭環境のことを言うとか、うん、書くとかそれでもいいかもしれないですねこうやって私は育って東大に入りましたとか,かたはいはい、はい、いいですねはい,いやでもすぶっちゃけそんなためになる記事になんなそう、ね、<laughs> <laughs> やっぱ哲学じゃないですか哲学かうん書いてみるかうん ちなみにスケさんがそれ買ったのはどういうなんだろうモチベっていうかどう魅力的に感じたんですかえなんか僕哲学興味あるじゃないですか僕は哲学初心者じゃないですかで割とその挫折しがちっていうのも割と知ってて、うん、なるほどでそれがどうやったら挫折なしに、えー、身につけられるんかっていうのは、まあ、割と興味があったんで、はいまあ、そういうモチベーションですねうんなるほど、うん、じゃあちょうど自分がこう なんとなく思ってたことに対して、そうそうそう。まさにフィットする記事だったってことですね。すすまさになるほどやっぱそういうなんかみんながたくさんいろんな人が思ってそうなことを吸い上げる記事がやっぱいいんですね。いやだと思いますね。うんうん。あとなんかやっぱりちょっと安いなっていうのも、安いっていうか、いくらだっけな ?500 円ぐらいだったかななるほど、うん。なんかこうちょちょいと買う <laughs> 金額では別に、まあこれぐらいやったらいいかっていうぐらいの。 はい、気楽さみたいいなのもあります,すよねはいうん、じゃあ100円くらいで受験生向け作るか、うん、どうやって過ごすかみたいなでもなんか実際お金取って記事書くって結構いいかもしんないですねうんいやでもぶっちゃけなんかお金取るに足らないクオリティのものは出したくないんですよねそうですよねなんかクソ記事で金設定して買わせるのが本当申し訳ないと思ってるんではい、はい、ちゃんとお金設定 ね、値段設定するならそうの内容にしたいなとは思ってますけどねそうそうだからそのなんていうかモチベーションになるじゃないですかああだからこそいい記事が書けるうそうです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 なるほどだから僕も昔あの昔じゃないです去年かな去年あの技術書店っていうのにあの出すっていうんで、はい、一章書いたんですよね僕も<本>一章分の記事というかその本の内容、はい、まあでもそれお金書く お金で販売するものなんで本で実際の本なんであの結構ちゃんと書かなと思ってしっかり書いたんですけどやっぱりそういう無料じゃなくて有料で売るんだっていうものを書くっていうのはやっぱなんか経験としていいなって思いましたねなるほど意識として全然違うじゃないですかやっぱブログでこう無料で公開するのってまあ別に無料やし時間だけやしなみたいな気持ちになる読んで損するの時間だけやしなって思うんですけどはい わざわざお金払ってくれてる人にちゃんとしたもの届けないとって思って書くとやっぱりちょっと違うなーっていう感じがしましたねなるほど、うん、じゃああえてこうお金設定するぞっていうモチベでいい記事を書けるとそうです自分へのこう、うん、プレッシャーじゃないですけどある種のっていうのはあるんかなって思いましたねうんうんじゃあスケさんが、うん、例えばですけど僕が何か記事書くとしてスケ、うん、さんはどんな記事だったら買いますでもやっぱ哲学の話じゃないですかね うん、ソクラテスとか <laughs>。わかんないけど、<laughs> そのまとめ的なやつがあったら買,い買っちゃうかも、普通に。ソクラテスとはドンみたいな。そうそうそう。<laughs> そのいろんな哲学者の情報をざっと知れるみたいな、はい、例えば。ざっと知れる。うん、まあ、ざっとじゃなくてもこう、フルでもいいんですけど、うん、はい。なんか本を読むには、やっぱちょっと重いなとか、うん。あるいはその本を読むにあたって、 気をつけとかないといけないこととか、はい、例えばそのエチカのこの結構薄い本なんですけど、はい、これはすごい良かったなと思うのはままず何章から読みみしょうみたたいいなこと書いてたんですよ、はい、あの最初からその通読っていうかあの一番最初から順番に読んだら結構挫折しちゃうからどっちかっていうとこの章から読む方が読みやすいですよとかっていうのが書いてあって、はい、なんかそういうなんか本編を読むのにあたって こう読むといいよみたいなのがあったらすごいいいなって思ってうんそういうのは結構いいんじゃないですかねなるほど、うん、難しいっすね <laughs> でもなんかそこを極めるともう本と同じやんけっていう感じになっちゃいそうでそうですねなんかノートとして適切な内容っていうのがまた難しいなって思ってますねああなるほどなるほど確かにまさに哲学とか、うん、もう山ほど本があるんで、うん、そうですよね だからもっと手前なんでしょうね、はい、本を読む前のぐらいのレベルというかう、うん、なるほどでも需要としては結構そのライトな哲学なんかなって思いますけどねライトな哲学うんだから実際そのちゃんとやろうって人は本読むじゃないですか結局はい本買ってきて、はい、でもそこまでじゃないみたいな、はい、うんうんイメージかな難しいな <laughs> いろいろ書いてみたいんじゃないですかパターンであーとりあえず売ってみるってことですかそうそうフル,フルで書いたやつ売ってみてはいもうちょっとライトなやつ書いてみてとかあー確かに何か時数とか出ますよね出ますねこれ時数何辺みたいなうんですよねうんまあそれもありだないや結構読んでみたいな僕は <laughs> それはあと格闘技のテクニックのことを書いて売ろうかなって思ってるんですよねはあははあ、なんか、 試合の解説とか、こんないいテクニックありますよとか、はいうん、買う人いるかなって。いいっすね、はい。まあ、ものは試しですね。そうですね。はい、とりあえずもう、無料はやめましょう。<laughs> 全部売りましょう。全部売りますか <laughs> 全部売る気持ちで書くのはどうですかまあ、それ前ですね。今んところ全部無料で出しちゃってますけど。ええ、まあ、まあでもか書いて、書くっていうモチベでやってるなら全然無料でいいと思いますけどね。そうっすね。うん じゃあちょっと100リストに有料ノート書くみたいな加えていいですかそうですね売るでいいんじゃないですか売、ね、る <laughs> 10冊売るみたいなああちゃんと購入してもらってようやく達成みたいな <laughs> そうですそうですなるほどいいですね僕が1冊買うんで1冊ちょっとまずいかもしれない <laughs> <laughs> なるほどスケさんも書いてほしいですねぜひ書きたいですねその有料かつんみんな買ってくれそうな有料な内容いいですねちょっといろいろ考えて書きたいですねはい なんか逆に技術系とか結構みんな無料でバンバン出しちゃってるから難しい気がしますね,すね結構バンバン出してますねですよね、うん、そのディ,だからディープラーニングのとか調べたらバンバン無料で出てくると思うんでそうですそうですうまい具合に有料で販売するのが適当なもんって逆に難しいですねまあでもあるなと思うのは結局そのキュレーションじゃないですけど、はい、結局そのいっぱいあるのが学びにくいっていうこともあるんですよ、はい なるほど,どっからやっていいかわからんっていう。だからそういうのをうまくこう目次じゃないですけどあのまずこれやってまずこれやって次これやって次これやってっていうのをちゃんと誘導してあげる。で自分がそれをやるわけその内容自体はリンクでいいと思っててこれでこれを学んでくださいこれでこれを学んでくださいみたいな感じでこうネイバーまとめみたいな感じでそれのなんとかまとめの精度が高ければ。 まあそれはそれで価値があるんかなっていう気がしますけどね。なるほど。うん。いいっすね。うん。まあなんかいろいろやりようありそうですよはい。なんか。それで、スケさんもぜひ、バンバン売って、うん、うん、ノート長者に。<laughs> <laughs> 実際売れてる人はめっちゃ売れてるんですかね。<laughs> らしいっすよ。へえ、そうなんだ。まあ結構そのマガジンとかもあるんで、月何円で読み放題とか、月1500円で設定してれば、 何、うん、だろう100人入れば、まあ、結構な額になると思うんで確かにはいオンラインサロンみたいな流れと結構近いんですかねああ多分ある程度のとこまでいくとそういうことだと思いますねなるほどなるほど、はい、オンラインサロンも流行ってますよねですね誰でしたっけリシノでしたっけああ<ー>キングコングのはい、はい、なんかあの人のオンラインサロンはとんでもない数が入ってるみたいなですね書いてましたねはい 何人でしたっけこれかなあとメンタリストの大悟ああ<ー>すごい人気らしいですそうなんだはいでも実際その1,000円とか取れたとしてですよはい月1,000円オンラインサロンで、はい、100人入るだけで10万ですよね月ですね、まあ、1,000人いればもっとすぐことになってそ,そうっすよねってことですよねうん、まあ、ファンをちゃんと作るってことですねはい まあ僕らはね、このポッドキャストのリスナー増やしていかないといけないから、<laughs> そうですねで。なかなかいろんなところで、やっぱりフォロワー増やし、露出増やしていかないと、増えないですね。はい、ペイトリアンを作って、うん。ファンを、まずファンですね。まずファンを増やして、<laughs> <え>からのオンラインサロン。そうですね <laughs> 先長いな、長い。やっぱノートとか販売していって、僕ら個人個人の あのバリューも高めていく必要がありそうですね。すねはい、あとは何ですかね久しぶりなんでなんか話しときたいことあります <laughs> 話しときたいこと。ええー、久しぶりに。そうですね。なんだろう、なんかあるかなうんつけさん。はななんんかかいんですかそうですね。僕は、最近あったかな、何か。あのー、そうだ、FP39 ちゃんと勉強し始めたんですよね。お はいどうですかうーん、ちゃんとやらないとなって感じですね。ね <laughs> あれ、試験日いつでしたっけ試験日はそろそろですね。そろそろ。2週間後ぐらい。近すね近。近いじゃないですか、えー。あと週末は2回ですね。はい、ですね。えー、なんでちょっと本当に頑張らないといけない。えー、スケさんの現時点の完成度は何パーですか ?10% ぐらいですね。10パー。 全然じゃないですかやばい, <laughs> や,ばいやばいんですよなんかね僕でも調べたんですよはいあの四角難易度ページみたいなはいあってちょっとこれ貼りますけどはい FP あの偏差値で書いてあるんですねはいあのいろんな資格のはい一番上は司法試験で77なんですけどはい FP39 どれぐらいだと思います 多分相当簡単な方だと思うんでえ一番上が弁護士でしたっけで司法試験ですねで7 7ですねじゃあ45、うん、割と2000円い,い声援ってあるんですけど違うんです何とファイナンシャルプランナーは37ですか 37? 一番下じゃないですかこれいや <laughs> <ょ> <laughs> 一番下に35で自動車免許って <laughs> そうそう,そ,うそれすけさん3回あんな取 <laughs> れないです三3回落ちてますからね3回落ちてん1回だけ <laughs> あの多分これ自体はあれでしょ最後のああ<ー>筆記のお話だと思いますはいで37超簡単って書いてあって FP39 ですね確かになんでおお超簡単かと思って下見たら自動車運転免許35って書いてあって <laughs> 僕も1回落ちてるんで <laughs> はい やっぱちゃんとやらないなって思ってますね。なるほど。ええ。<laughs> これすごい面白くて、この四角一覧。フォークリフト取りますか <laughs> フォークリフト一番簡単っすから、ね。<laughs> 自動車運転免許と一緒。フォークリフト楽しそうだな。<laughs> <laughs> 言うてファイナンシャルプランニング技能士 FP29 も48ですから、ね。マージっすか50いってないうん。うん。僕が持ってるやつ、いくつだろうな。ああ、ねえや。 なんですか国家試験、国家資格ですね、これ多分。ああ<ー>。一通り全部。IT パスポート僕持ってます。知ってます i p a s ええー、IT パスポート。45。五 <laughs>。<laughs> <laughs> 本当ほんとだ、iPass45。はい。<laughs> これちょっと上に、高等学校卒業程度認定試験っていうのがありますね。四十五。45。同じくらいなんですね。高校よりも簡単ってことですよね。FP、すご すごいな、これ。面白いな。うん、ちょっと下から取っていこうかな。<laughs> いや、そうなりますよね、これ。不明っていうのも結構ありますね。不明結構ありますね。あのウェブデザイン技能士は気になりますね。<laughs> ウェブデザインしちゃうのか。できんのか、これ。まあね、まあね、FP39。でも、ちゃんと勉強しないとまあ受かんないと思いますね。 はい、言うてもやっぱなめてかかったら落ちるっていう。うんうん、っていうのと僕別にこの資格を取ることが目的ではなくて、はい、結局その何て言うのかなその金融というかその、まあ、人生を豊かにする税金の話とか、はい、社会保険の話とか、はい、えー何ですか年金とか不動産とか。はい まあなんかそういう知識を求められるんで、うん、まあなんか割とそういう知識を持ってれば、まあ人生に有利というか、はい、かなと思って。なんでそれをしっかりこう身につけるっていうことを目的としてるから、まあちゃんと勉強しないと意味がないなっていう感じはありますね。なるほど。うん。あ、でも、一番上の方に偏差値75は便利詞ありますよ。はい、<laughs> そうなんですよ。<laughs> 割とか難しかった、あれは。 まさかね、よう取って、う75受かって、その35でしたっけ <laughs> そう落ちるはずがない。えそうですね。そうです <laughs> いや、そうですね。世を取ったなと思って。そうですね。うん。すごい。なんで取ったんやっていうぐらい難しかったやっこれ。医者より高いっすかね、これ。<laughs> <laughs> そうそう。やばいな、これ。いや、難しかったっすよ。でもすごいその、えー。ちょっと書きましたけど、はい。 担当式試験っていうのがあるんですよ、弁理士の試験は。はい、その要はマークシートが一番最初にあって、でその後論文試験っていう、その、まあ、記述ですよね。実際、こうあの、文章を書くんですけど、はい、っていう試験があって、最後に高等試験があるという試験なんですね。はいはい、で、その担当式試験がマークシートなんですけど、これがものすごい難しくて、五択、はい、なんですね、全部。はい 全部問題が5択で、まあ、60問、はい、で3時間半やったかな確か、はい、でやるんですけどその5択がその正しいものはどれかとか誤っているものはどれかっていうのは、まあ、比較的答えやすい問題なんですけどまあ何か要は正しいって絶対確信が持てるものを選べばいいんでいいし誤ってるものは、まあ、絶対これ誤ってるっていうのを見つければいいから 全部が分からなくてもその正しいやつとか誤っているものが1つでも分かれば答えられるんで比較的簡単なんですけど誤っているものは何個あるかっていういくつあるか問題っていうのがあって <laughs>、はい、そ全部の可能性があるわけですよね1から5まで書いてあって、はい、それは本当に全部の枝をちゃんと丸抜判定できないといけないからめちゃくちゃ難しいんですよね。っていうのが確か20問とかあったのかな。はい、でそれの 確か合格ラインが何点かな26点とか7点とか,かな30何点とか忘れましたけどまあなんか、まあ、回によって変わるんですけど、はい、っていうので、えー、と合否が判定されるんでめっちゃ難しかったんですけど FP は2択なんですよねまず30問がはい2択 <laughs> 2択の問題なんですよ半分がはいだから丸抜1個考えるだけなんですよ 合ってるか間違ってるかを考えるだけなんで、はい、まあ30問も結構簡単というかで残りの30問は3択で穴埋め問題なんですよね。穴埋めでその組み合わせなんか多分穴が2つとか3つとか空いててその3つの穴に何の単語が入るかっていうのが3択ぐらいであってそれを答えるっていうのが残りっぽいんでまあなんかそれだけ見ても2択と3択だけだから。 まあその問題の、なんていうかな、タイプ的には結構簡単だな、っていう印象はありますね。なるほど。うん。じゃあ、大丈夫だと。<笑><笑>いや、ちゃんと勉強すればいけるはずなんですけど。はい。あの、スケさんの弁理士資格を取るまでの話とか、ノートで売ればいいんじゃないですか、はい。あー、確かに面白いかもしれないですね。どうやって、大学時代に1年で取ったのかみたいな。あー、確かに確かに。その勉強法と、みたいな。はいはいはい。いいんじゃないですか。はいはいはい 確かにそれは面白いかもしれない合格なんてこの合格体験記みたいなの書きましたねそう,そういえばまさにそんなの,の、えー、<laughs> 結構あるんですよノウハウが僕も、まあ、そのどうやったらいいかっていうのは結構僕もはいいろいろあるんでそれはなんかいろいろ話しましたねその予備校とかに呼ばれて<ー>来年の受験生に向けて話してほしいみたいなんで対談みたいなのやったりとか いいろろやりました、ね、まさにいいんじゃないですかそのノウハウとか <laughs> すごいノートに忘れましたけどね忘れた <laughs> 忘れましたねっていうのと、はい、あとはその今も通用するかどうかがわからないっていう問題がありますよねああ<ー>、うん、はい <laughs> まあそのもう10年以上前かなそうですねもう制度が変わってる可能性もあるってことですかそうなんですよはい当時であればね結構良かったかもしれないんですけどなるほどまあでも あの面白いいかもしんないですね、はい、その何か役に立つとか、はいうん、法律系の試験ってやっぱね細かいんですよねめちゃくちゃ、うん、なんか条文の根拠条文ちゃんと示さないといけないとかその論述試験の時に何とかであるみたいなこと書くんですよなんか例えば特許権を侵害してるかどうかを書きなさいみたいなことを言われるんですね、はい、この こういう特許を持っててこういうことをやってる人がいるんだけれどもそれは特許権侵害になるかみたいな試験が出るんですね。うんはい、でその時に「侵害です」みたいなことを書くんですけどそれは何でかっていうのはしっかりこう根拠条文とかを示さないといけないですね。何か何条何号に書かれてるみたいなことを書かないといけないっていうかそういう細かいのがいっぱいあったりとかあとその法律の一個一個の文言をすごく厳密に 定義していくみたいなのがあって工業所有権とは何かみたいなのを結構その細かく解説してる本があったりとかしてなんかそういう細かいなんかその言葉尻をしっかり捉えるみたいなのをすごくやらされたから今でもなんかこう何かこう仕事とかやってても細かいことすごい聞きになっちゃうっていうのが <laughs> なんかそれから来てるんかなってちょっと思うんですよね。そっからだっかかだたんか、ねうんですねうんなんか 細かい、こう、なんかこう、それってどこが根拠なんですかねみたいなこととかを、すごい気にしてしまうみたいなのは、はい、割とそっからなんかなって思ったりします、ね。なるほど。とか。はい。まあ、なんかそういう話は面白いかもしれないですね。なるほど。いつかちょっと、ポッドキャストでも、便利試験については、いいっすね。しっかりは、<laughs> しっかりこう、時間取って <laughs>、話したいです、ね、結構需要あるのかな <laughs> どうなんだろう。まあ、難しい試験ですからね。結構いるんですかね、<け>目指してる人は。 受験者はいる、毎年多分数千人はいるはずなんで数千人か。まあ、言うてね。<laughs> 何人、何人ぐらいですか今調べて<分>4千人くらいですかね。ああ、そうですね。大体。うん。一時期すごく多かったんですけどね。うん、また減ってきて。平均受験回数3.7回とかって書いてましたけど。はい。結構何回も何回も受ける人もいるんで。はい。まあ、割と。 モチベーション維持するのが大変なんだと思うんで。はい。まあ、それを、なんか、上げる内容は、需要ありそうですけどね。うん。じゃあ、4000人に聞いてもらうということで。そうですね。いつか。はい、あと、範囲が全然違いますね。FP と。はい。あの範囲めちゃくちゃ広いんですよ。やっぱ、まあ、当然なんですけど。はい。特許法、意象法、商標、なんか条約、著作権、不正競争防止法みたいなんで。 いや全部やらないといけないから、めっちゃ広かったんですけど、はい、FP はすごい狭いですね、狭<い>それに比べると。<laughs> 言うて、2時間か3時間ぐらい集中して、本読んだら全部読み切れるぐらいの範囲なんで、まあ、それしっかりやればいけるはずだから、まあ、いけるはずなんですよね、ちゃんとやれば、本当に。ちゃんとやれば。ちゃんとやることができるか。そこが一番、えー。運転免許もそうじゃないですか。 <laughs> <laughs> ちゃんとやれば受かるはずなんですよ、ね。愛介さんはその、はい、実技で3回落ちてひっきり1回落ちてるんですかそうです。なるほど。<laughs> この下から2番目っていうか一番下の35落ちてますからね。<laughs> そうそう。危なかったしな2回目も。あんならこれ91点で。だいぶまだ油断できないですね FP も。全く油断できない、はいね。運転免許難しかった。<laughs> <laughs> 便利修理も難しかった。 こんな感じかな、はい、あとは何か話したいことあるかな FP でしょうあと3体読んでますね最近え何ですかそれ SF っすね3体中国の SF なんかディビルドでも話題になったみたいですけどへえー、3体って読むので合ってんのかな3体っすねなんかその2008年に中国で出版されたんですけど3体あこれかうん中国の SF 小説そう 2008年に出てようやく今年日本語になったらしいんですよね。へえー。うん、どうすかこれ,これがなんかすごい面白いっちゅうんで、はい、これねすごい面白いなって思ってはいすごいね僕が今興味あることが割とあって、はい、それが面白い。なんかちょっと結構哲学も噛んでるんですよ少し。ほ<う>その結局その何ですかあの 宗教と哲学っていう本も今読んでるんですけど、はい、宗教と哲学全史読んでるんですけど、はい、結局その宗教と哲学っていうのは割とその似てるよねみたいな話があって、はい、で結局それは何かっていうと、まあ、世界はどこから来たのかっていうこととどこに行くのかっていうことを知りたいっていうの,のと、はい、まあ自分はどうやって生きていくかっていう問いを答える。 たいいっていうのがどちらも結構欲求としてあって、うん、でその哲学は、まあ、よ,よりこう科学的というかそのなんていうんですか、ね、根源的なことをちゃんと調べていきたい真理をら追求していきたいっていうのが割と哲学で、はい、まあ宗教はどっちかというとそこにこう神話性とか神がかったこととかまあそのいう部分があるじゃないですか。はい っていいう違いで,あってでもどちらも結局どう生きていきたいかとか世界ってどうやってできてんのとかっていうことに対しての興味っていうのがまあありとあるよねっていう話があって、はい、っていう中で割とそのだから結局哲学とか科学って結構似てるじゃないですか。はい。科学も結局その世界の法則とか物理法則とかを知りたいみたいな欲求。まあ哲学から発生して科学があるみたいな感じだと思うんですけど。はい その中でその三体っていうのは結構面白くて、その物理学が結構揺るぐ話みたいなのが出てくるんですよ。<う>それ何かってまあ要はその今の世界っていうのをちょっと理解していこうと思うと、一個一個こう宇宙の法則とか物理法則とかをしっかりこう理解して積み上げてきているっていう今があるんだけれども、もしそれ自体があの覆ってしまうとどうなってしまうんだろうみたいなのが、 まあ僕まだ途中までしか読んでないから、まあ、なんかそういう話なんかなと思ってるんですけど、はい、っていうのが結構面白くて、なそれをなんかこう一個表現する話があって、ちょっともしこれあの読もうとしてる人にとっては、ひょっとするとネタバまあ多分大丈夫と思うんですけど、ネタバレになるかもしれないですけど、射撃種仮説っていうのと、農場衆仮説っていうのがあって、これ多分その3体にな出てくる以外で多分ないのか分かんないですけど、割とこう面白い。 と思う仮説なんですけどそれは何かというと射撃手仮説はなんかあるすごいズーパー抜けた腕を持つ射撃手がいてでその人が的にこう1 0ンチ間隔で一つずつ穴を開ける能力があるというのがあってなんだけどその的に二次元生物が進んでるとするじゃないですかわかります二次元生物その射撃手は1 0ンチずつあの穴を開けれるんですね、はい、的に で、その的に二次元生物が住んでい,いますと。はい、で、その二次元生物のある科学者が、その二次元生、二次元の的を観察した結果、法則を発見しますと。はい、宇宙は10センチごとに必ず穴が開いていて、穴が開いてるっていう法則を見つけるわけですね。はい、二次元生物の科学者が。はい。すると、射撃手が10センチで上げてたけど、 その10センチずつでこう上げたっていうことがなんか普遍の真実のように二次元に住む人にとっては思うんだけどでもそれは単にその外側にいる人がただ単に気まぐれでそうしてるだけだっていう仮説っていうのが射撃種仮説でまあもう一個なんか農場仮説っていうのもあってそれはなんかえっとある農場に七面鳥の群れがいてあの農場の主が主が毎朝11時に 絶対七面鳥の科学者がこの現象を1年近く観察し続けて一度も例外がなかったから七面鳥の科学者は宇宙の法則を発見して、えーまあ、この宇宙では毎朝午前11時に食べ物が出現するっていう法則を発見したっていうことを確信するんですけどあるクリスマスの朝にこの法則をあの七面鳥の世界に発表したんだけれども その日の午前11時には食べ物が現れなくて農場主の,あのあ農場主がべての失明状を捕まえて殺してしまったみたいな話、うん、だからつまりその自分たちが法則だと思ってることっていうのは外部からのなんだろうあの干渉であってはい、はい、それ自体っていうのは実は変わりうるものなんだっていう世界観ですよね僕らがその人間っていうのは、 なんか箱庭に住んでる存在であって、はい、その法則僕らがそうあると思ってることが実は全然法則じゃなかったみたいなことが外部のことを想定するとあるよねっていうのは割となんかひょっとしたらそうかもなって思ったりする部分もあってでそれがなんかこうちょっと科学っていうその科学とか宇宙の法則とかっていうのを絶対的なものと思ってそのなんだろう哲学とか、うん 考えてきてるけどでも実はそれって覆えるかもしれないよね、うん、みたいな話なんでまあ何か割とタイムリーだなって僕は個人的に思ってそれはですねまさにヒュームの話ですねあ,あそうなんですねヒュームっていう僕はすごい好きな哲学者の一人でデイビッド・ヒュームその人は因果関係なんてなくてうん、うん、それは外然性だよねって言ってて例えば空中で何か物を落とす下に落ちる、うん でもう一回あるまた落ちるみたいなうん、うん、で何回も繰り返してるからこの万有引力があるんだって言ってるけどもう一回次やったらその手離したものが上に飛んでいく可能性ゼロじゃないっていうことを言っててまそれはまさに似たようなことじゃないかなって思いましたねはいはい確かに確かに、はい、それキュームはどういう結論とかどういう風な話になっ言ってるんですか多分因果関係はわからんって言ってると思います確かうーん でもそうだとすると何かこう何も言えなくなりませんかね、はい、まあなんで全て外い性の中でやってるよねっていう話だと思いますね100%っていうものは存在しないみたいなはい可能性として一番高いのは地面に落ちることだみたいなそう,そういうことですねうんなるほど、ね、はいなんかあったなヒュームの呪いだっけなうんヒュームの法則あ違うか なんかまあそういうことを言ってるのがまあ有名なヒュームの話ですねはい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 、はいはい、まあなんかそういうのでこう物理学者が何を信じたらいいんだみたいな感じになるみたいな本だと思ってるんですけど今まだ前半しか読んでないんであれですけど、うん、で今調べたらそいつ3部作でちょうど日本で出たのが1作目っていう3体ですよねはいそう,ですそうですそうです1作目しかまだ出てなくて 先が長いですね。先長い。しかも読んだら読んだで、続きどうなるんだってなって、なんていうか、難いまま終わってしまうっていう。またしばらく待たなきゃだめっていう。まあでも、英語版が出てるみたいですね、もう。だから、英語版を取り組むかですよね。はい。英語版か。英語で小説読んだことありますないですね。ない。薄いのしかないですね。薄いの。 僕あるんですよ1冊だけ。マジっすかあのメタルギアソリッドの小説を英語版で頑張って読みましたね。それはなんか公式のやつですかあ、公式のですへえ。日本語がなかったとかそうですね、その時はなくて、え<ー>英語で読みましたね。いいっすね。面白かったですか、はい、面白かったです。ちゃんと読めました、英語で。まあ辞書を使いながら読みました。<laughs> なんかやっぱメタルギアソリッドなんで、この軍事系とか武器 そういう用語が多くてはいはいはいなんかそれを辞書で調べながら読みましたはい、はいはい、なるほどないや小説を英語で読むの僕すごい苦手なんですよね<う>苦手というかその何ですかね難しいじゃないですかなんかこう周りくどいとかうんその多分それは小説によると思いますよあまあ確かに僕が読んだメタルギアのはすごいシンプルであそうそう 短文が続いてる感じで読みやすくてサクサクいきたんですけどものによっては凝ってる表現とかだったら大変かもしれないですね。うん、なんかそれこそまあ大学受験の時に英語の小説とかめちゃよく読んだんですけど、はい、あの僕らの大学の問題ってあの小説と現,なんか現代文とか評論っぽいやつが2問なんか長文であって。 はい、それに線が引いてあって、それを訳すっていうだけの試験なんですけど、はい、その小説側はめちゃくちゃ難しかったです。毎回なんか過去問とか解いてても。なんか何言ってるか全くわからないですよね。英語は翻訳できるんですよ。英語は翻訳できるんですけど、それがどういうなんかニュアンスでとかっていうのも、ちょっと意訳しないと点数が取れなかったんですけど、うん それが全く分かんなくて直訳に毎回なるっていうので小説は全然分からんなって思ってましたね、うん。まあ結構有名な大学とかの二次試験だとあのそういういのが入ってきますよね直訳だけじゃなくてどういう文の楽しさがあるかみたいなのが必要になってくる。かあとは代名詞が何を指してるか分からんとか。 そういういのもよくありましたね、まあ、多分わざわざそういう難しめの文小説を選んでるんじゃないかっていうのも思,思うんですけどはい、ね、なんでちょっと小説を英語で読むっていうのは結構抵抗が僕はありますけどその苦い思い出を <laughs> 多分 SF 難しいんじゃないかって思うんですよねそうですねまあなんか特に SF って日本語で読んでてもむずいんですよはいなんか割と科学の知識とかもかなり専門的な 内容が書いてあるんで、はい、むずいっすね。やっぱわかんない単語が出てくるのがきつくないですか？うん、わかる。<laughs> 辞書引くのが大変で、それでっけでなんか時間取られてっていうのが大変な気がしますね。特にね、三体は中国じゃないですか。はい。だから主人公とか中国人なんですけど、登場人物が、はい、全部、はい、あの、はい、日本語で読んで漢字の読み方が全くわからんなんですよ。なるほど。<laughs> 読み方。 最初だけ、あの、振り仮名が打ってあって、はい。ヨウウエンジェとかって書いてるんですよ。はい。でも、その後、出てくるの全部漢字だけなんで、これ何て読むんやったっけってなるんですよね。はい。えあれ、どうやって対応したらいいんですかね、はい、<laughs> どうすればいいんですかね <laughs> 中国人の名前を、その、はい、振り仮名なしで3文字の漢字とかで書かれても読めないし、 <laughs> こうんですかねうーんどうなんすかねちょっとわかんないですね <laughs> それは忘れるんですよしかもこの人誰やったっけってなるんですよねはいかそれもまた難しいしはいはいうん海外の小説って難しいですねそう思うとですねあとはドストエフスキーとか小説じゃないけどはい読んだことあります ありますあります。たくさん読みました。マジですかあれ <laughs> 全くわからなくないですか何がですかえあの、何読んだっけな僕カラマーゾフの兄弟を、はい、罪と罰読みましたけどカラマーゾフの方が難しかったかな確か。ああなんかドストエフスキーの文は結構癖があるっていうかまあ日本語訳だからかもしれないですけどああなるほど。なんかこれ書く必要あんのかなっていう意味のない笑い声とか結構たくさん入ってて <laughs> <laughs> それがちょっと気になりましたね。なんかあれはあれで、ね、なんか会話文が1ページとか2ページ以上ずっと続くみたいな。あ,ありますね。劇みたいなやつとかありますよね。はい、うん。あれも登場人物を覚えるの大変やった気しますね。スケさん、あの外国名を覚えるのが苦手な人ですかいや苦手ですね。ああ、結構いますよね。 そううい人苦手っていうか、読めないとつらい。読めないいや、だから結局、中国語だとわかんないです。読み方は分かんないです。ドストエフスキーならカタカナだから読めるんじゃないですか。そうですね、カタカナなんで。長い。長い。名前が長い。気にしましたけどね。なんか、違いましたっけ名前長くなかったでしたっけ長いすね長いと思います。なんか やたら長かった記憶あるんですけどね。ラスコー,リー・リニコフでしたっけ <laughs> <laughs> なんか、ちょっと、そうそう。<laughs> すごいな。ヒョードル・カラマドミドミドリ。似たような名前なんですよね、なんか。あー、ありますね,ねでも、うん。カラマーゾフの兄弟は確か僕、2巻ぐらい、中巻、上中下の、なんか中の途中ぐらいで読むのやめた気しますけどね。 はい、なんだこれってなって最後読めないわと思ってはい罪と罰も多分上官しか読んでない気しますねなるほどあれって何なんですかあれってなんですか,なんなんすか罪と罰ですかとかドストエフスキーって何なんですかまあよく言われてんのは、うん、その人間の理性って不完全だよねっていうことを話したいっていううんっていうのを言われてますねなるほど、はい 今読んだらちょっとまた変わるんかな印象どうだろうなまあでも読んでみるといいかもしれないですね罪と罰とか大学生の時に読んだんですけどあらすじ覚えてます全く覚えてないあの確かおばあちゃん殺しちゃうの罪と罰でしたっけそうですそれしか覚えてないですね殺してそのおばあちゃんが持ってるお金をなんかああいこと使ってやろうと思ってたけどなんか気づいたらそうです 罪の意識にこう苛まされるみたいなやつでしたっけですね。違ったっけそう,そうですよ、ねはい兄弟を忘れちゃったな。カラマゾフ兄弟はどんなんでしたっけそれ忘れました。<laughs> なんかね。なんで読もうと思ったのか覚えてないんですけどね。はいまあなんかふと読んでみようと思ったんですよね。はいいやまあとにかくだから英語で <laughs> 小説読むのは大変そうやなと思いますね。はい 今日あの図書館ではいゴースト、はい、ゴースト下町ロケットのゴーストああ知らないっす下町ロケット知ってます知ってますあのあれですね池井戸潤のはい、はい、あの誰だっけな阿部寛かが主人公やってる、はい、ロケット飛ばす飛ばしたいおっちゃんが下町の工場でやっていくっていう話ですけどはい ドラマーになってるやつですね。はい。それの小説借りてきたんですけど、図書館で読みやすい。なるほど。読みやすい。めっちゃ読みやすいです。<laughs> やっぱ日本語で書かれた。<laughs> やばいです。日本語で、日本人に向けて書かれた小説、もうほんま読みやすいなと思って。はい。なんかねな、長い、長いといかなんかこう、1ページの進みがすんごい遅いんですよね。まあ3体はちょっと調子出てきたんで、スピード出てきましたけど、はい ちょっと前に読んでた1984年とか、ジョージ・オエル。はい。知ってます。はいはい、はい知ってます。<S S SF っていうか、まあなんか、あの、ビッグブラザーが出てくるやつですね。はい。読んだことないですけど。あれ、うん、あれなんかちょっと、毎回こう、よく話題になるというか、あの、結局、監視社会だから、パノプティコンではないけど、まあちょっと近いか。近いですよね、多分。うん あれ、パノプティコンって囚人が囚人同士を監視するみたいな話ですよね。っけです,、はい、ですよね。まあ、だから割とそれに近くて、あの、監視社会で、あの、一番の監視者が子供みたいな世界。<laughs> 自分の子供が通報してきたいな世界なんだけど。<laughs> <laughs> <laughs> いや、まずそんな世界を描いてるんですけど、はい、まあそういうのって結構、その、哲学とかの本読んでても出てきたりするなと思ってて。はい 1980年の世界観みたいなのはありとこう出てくるんで、はい、まあ読んどこうかなと思って読んでるんですけどあれも読みにくいですねやっぱ訳されてるのが一回挟むとすごい読みづらくなりますよね。<laughs> なるんですかね,すねやっぱり。現地じゃななないかからってことなのかなあまあねこれねあの読んでたゆっくりゆっくり図書館で借りて読んでたんですけど、はい、あの次の人が予約入れてますって言って回収されてしまったんですよね。はい <laughs> ずっと延長で借り続けてたんですけど、どえー、持ってかれちゃって、はい、途中までしか読めてないですよね。これ読んで、はい、読,んで読書メーター登録しようと思ったのに。マゴさん、なんか本読んでます最近。僕は読んでる本はですね、Kindle を開いてみると、カイジが出てきた。<laughs> <laughs> デビーストロース入門をちょいちょい読んでんのと、へ<ー>あとプルーフ・オブ・ヘイブンっていうなんか臨死体験の話の。の なんかそれをまとめた本があって、うん、これ結構面白いです臨死体験はいなんか完全に医学的には脳が止まってたけどはいはいなんかそのまさになんか天国的なとこに行ってその記憶を書いた本みたいな、うん、へえ、はい、んかドラマだか映画だかでありますよねそういうのありましたっけなんか結構そういうのありそうっすねうんなんか臨死体験を、はい、なんか学生かな なんか確か実験するみたいなんでなんかこう設備でこう臨死体験ってかもう殺そうとするというか死のうとするんですよねはいでまたそれを復活させてお前臨死体験したかみたいなことをやるみたいなドラマっていうかお昔見たことがあるんですけどあれ何てやつだったかなわかんないけどなんかそういうの見たことがありますねこれかなフラットライナーかな 違うかなこんなん,こんなんじゃなかった気がするな。人は死んだらどうなるか。<laughs> えー、面白そうですね。これはそれはなんか実話なんですか実話です。えー、実話で、そのアメリカの医者の人が経験したことらしいです。なるほどなるほど。なほどなんかテレビで見て、なんかその話を。<laughs> それ本があるって見たんで、実際に買って読んで見てますね。いいですね。はい、あとそういえば、全裸監督見ましたよ。 あネッットフリクスすごい話題になってますよね。<laughs> いやそう話題になってて、はい、あれはね面白かったやっぱり。ええ。ほ<う>別にあれねなんかすごい露骨な表現めちゃくちゃ出てくるんですけど、はい、そういうの全部をなんかこううまく細かして地上波とかでもできたんじゃないかなって感じはしますけどねうんそれぐらいなんか別にそこは主眼じゃないというかなんかこういろいろ ストーリーとして面白かったですね。なるほど。ちょっと僕も見ないとな。うん。山田孝之やっぱいいなっていうことですよね。<laughs> <laughs> いい演技すんなーって思って。<laughs> なるほど。めっちゃ面白かった。シーズン2も出るらしいんでね。ああ、らしいっすね。見ないとな、えー。まあシーズン2いかんでよかったんちゃうかなって僕はちょっと思ってるんですけどね。はい <laughs> やっぱ人気が出るとシーズン2いっちゃうっていうて、ね、やっぱり。はい。こんなところかなー。 あとなんか言っときたいことあったかなあと、オッサンズラブ見ましたね。ああ、ドラマ。はい。なんか、今度映画になるって言うんで、<う>ちょっとドラマ見とこうと思って。はい。オッサンズラブも面白かった。なるほど。それ何で見たんですか、ちなみに。えっと、何だったかなえっ、ー、と、D アニメストアじゃ、じゃあ D アニメ、あれアミニか。何だ、ネットフリックスじゃなくて、アマゾンプライムビデオかなほう。 確か。なるほど。アマゾンプライムで確か。全部配信されてるはずです。あれも一気に見て、はい。全裸監督も結構一気に見て、一気見一気見で言ってますね。なるほど。そんなこところかな。歯医者終わりました、そういえば。歯医者。全部全部治療終わって。お意外と早い。 また来てくださいって言われました一、ね、1>, <laughs> 1月ぐらいに。一月ぐらいに、検診送るんで、はい、また来てねって。あ,ー、はい、あの結構良心的だなと思って。あちゃんとしたとこでした。うん、だから結局、その大体い,たいうのって、治療終わったら、定期的に掃除しに来てくださいって言って、はい、月に1回ぐらい、次の予約入れて、やるじゃないですか。はい そうじゃなくて、もうすぐ解放みたいな形で。解放なるほど。ロックアップせずに。はい。また次来てねっていう感じだったんで。よかったっすね。じゃあ、また虫歯増やさないように。ガム買わないと。あ、ガムめちゃ食ってます。めちゃ食ってます。いいっすね。あと、あの、プラーク見るやつちょっと試してみました。おどうでしたあの、プラークが、 過去のプラーク、昔のプラークは紫色になって、はい、最近のプラークは赤色になるっていうおそんなのがあるんですねあるみたいなんですけど、はい、どうやるかっていうとその歯磨きに歯ブラシに、はい、あの塗ちょっと塗ってでこう普通に歯ちょっと磨くんですよ、はい、で口ゆすいたら歯に色がついてるっていう、はい、歯はね結構 大丈夫だったんですよほ<う>特に思考そんな残ってなくてはいなんですけど歯ブラシ歯ブラシ歯ブラシ側がなんかえらい赤いなっていうああそれはプラークが赤くなってるんですかね歯ブラシにそんなついてんのかなうーん取れないんですよねなんか普通に <laughs>、えーうん、だから結構うわってなって 歯ブラシも汚れとんのやなと思って、ってやっぱり。<ー>うん。ヶ月。開いたら、ね、え、そんな頻繁に変えるんですか ?1 ヶ月に1回。1> プラ、あの、歯ブラシって1ヶ月に1回ぐらいじゃないですか変えるの。なんか開いたら、開いてきたら変えるってうのは聞いたことありますけど。そうっすよね。僕もだからそれぐらいで変えてるから、はい、そんな1ヶ月に1回ぐらいも変えてないんですよ、歯ブラシ。ああ、はい、はい。僕もそうっすね。うん、そんな頻繁には変えてないです。歯ブラシを交換する頻度は 1>, 1、2ヶ月、適切、うん、1ヶ月に1本みたいですね。はい。歯科医師の推奨は。はい。割と交換してないかもな、それで言うと。はい。それもだからちょっと悪いのかも。はい。うん。ってな、具合ですね。はい。まあ、じゃあ今日はこんなとこですね。<laughs> 1時間57分 <laughs>。ええ。まあ、これまた短縮して。前回ちょっと短くなってしまったんでね。はい またあれは続きやりたいですね。えー、大学受験でしたっけそうですそうです。ではでは、はい、本日もありがとうございましたありがとうございました。